ガンランチャーから MGM-51 を発射する M551 ガンランチャーは砲弾と対戦車ミサイルの双方が発射可能な大光景の方のこと。ガン、ランチャーと表記する場合もある。1950年代、アメリカ合衆国はソビエト連邦製戦車の重装効果により将来的に戦車砲から発射される従来の鉄鋼弾ではそれらを撃破できなくなるとの 器具を抱き、成形作薬弾の威力に注目し始めた。成形作薬弾は、弾頭口径の大きさに比例して、装甲間鉄力が増す傾向があるため、大口径であるほど破壊力が増加する。しかし、通常の砲弾では、口径が大きくなれば、弾体重量が増加するため、遠距離まで、通常の戦車砲で撃ち出すには、問題が多かった。このため、 自己推進力を持ち、乗車艇を得やすい、対戦車ミサイルを戦車に搭載することが考えられ、対付表、陣地用の榴弾を発射する大口径、単方針の火砲を利用して、ミサイル発射機と両立させた、ガンランチャーが開発されることとなった。アメリカでは、1960年代に 152mm 口径の M81 ガンランチャーと専用の MGM-51、 シレーラ対戦車ミサイルが開発され、M551 シェリダン空挺戦車に採用されて、ベトナム戦争に実戦投入された。さらに、当時の主力戦車である M60 パットンに搭載した M60A2 が少数生産された。しかし、ベトナム戦争では、誘導ミサイルの技術が共産陣営にわたることが危惧されたため、ミサイルの運用は行われなかった。 また、1970年代に西ドイツと進められた主力戦車の共同開発計画である MBT-70 においても、西ドイツ側が 120mm 格好砲の搭載を求めたのに対し、アメリカ側はガンランチャーの採用を主張したことや、開発費用が高騰したことなどにより、この計画は頓挫している。 結局、M551 シェリダンの使用実績からシステムが複雑で信頼性に乏しく実用的でないこと、アップフスズなどの強力な戦車砲弾が出現したことなどからガンダンチャーは廃れることとなり、M1 エイブラムスには 120mm 格好砲が採用された。現在は戦車砲の代行警戒やミサイルの小型化技術により、 イスラエルのラホットやロシアの QM119 のように逆に通常の戦車砲から発射可能な対戦車ミサイルが登場している。ありがとうございます。